北欧理事会文学賞は北欧諸国の言語で書かれた文学作品に対する賞で高い文学的で芸術的な基準に合致しているものに与えられる。1962年に設立され、毎年受賞され、賞金は35万デンマーククローネである。一般的な小説、戯曲、詩集、短編小説、随筆などで最近4年間の間に最初に出版されたものか、 デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語で最近2年以内に書かれた作品に資格がある。この賞は北欧の作家が獲得できる賞の中でも最も誉れ、高いものの一つである。受賞者は北欧理事会が指名した最低委員によって選ばれる。委員は10人で構成され、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンから各2人ずつ選出されている。 委員のメンバーは、通常時刻での文学の専門家であると同時に、隣国の文学にも精通している。通常のメンバーに加えて、オーランド諸島、フェロー諸島、グリーンランド、サーミゴア諸の地域から作品がノミネートされた時に、臨時のメンバーが加えられる。金銭的な部分を、賞から離れれば、この章の真意は、隣国の文学に対する興味を増やしていくのと、同様に、 北欧の文化的な交流を増やしていくということである。About the Literature Prize. ノルデン .org ノルディックカウンシル2011年11月13日閲覧。エイビンド・ユーンソン1962ビリアム・ハイネセン1965キュール・タン・フラグ・スタッド1978アイナル・エム・アール・ガスマンソン1995ソフィオクサネン 2014発ッセ2015以下は北欧理事会文学賞の受賞者の完全な一覧表である。ありがとうございます。